わかりました。私も感じます。流れ域に潜む、かすかな不安を。今週に、何かが起きています。あ、漂白者だ。お帰り。研究員が大量の無音区異常を探知した。場外に向かうつもりなら注意して。デバイスの手入れは丁寧に、それと配布された防護装備も忘れずに。あと体には気をつけて。それじゃあ、私実験があるから。まあ白紙っぽいね。でも気遣いが下手な感じもなんか可愛い。まあいつものことだって。それより漂白者、何があったのか教えて。フラクトシデスの野郎、本当にムカつく。キエンとレイン、それと過去はどういう関係にある？関係？私は知らないな。キエン将軍って確か軍医だったんだよね。はい。ですがお二人の関係をお話しする前に、少し今週の歴史について紹介する必要がありますね。劇場近くにいる講談師から聞いた話ですが、婚礼院は祭主の各が選んだ州の主。その歴代の礼院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、礼院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、腕刀の戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双選手が散らばった兵器の念を取り込み、亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは良きの元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ、決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の洞穀と怪物の宝庫、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双戦士と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は用として知れぬまま。絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは、雷鳴のごとく炸裂した龍銀。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末良きを導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は、数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り、大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今週だが、最初がようやく思い越しを上げ、礼院を決めたこともあり、最主と新しい霊院のもとで、今週は明るい未来をたどると、皆そう信じている。
そんなことがあったのか。そりゃ何か秘密の選抜基準でもあるのかな。人と神の間にある絶対的な違いが生み出す不可知の基準みたいなものがあるのではないでしょうか。確かに明日突然核が私をレインに選んだとしても別に驚かないしな。おっしゃりたいことはわかります、漂白者さん。本来青春を謳歌すべき時に何の前触れもなくレインに選ばれてしまった彼女、一体どういう心境なのでしょうか。確か着任してすぐはその能力を疑う声も多く聞かれました。まだ政治を知らない子供だから、実績があっても人を従わせる威厳には欠ける、そんな批判の声です。結局彼女を信じた人たちはただ核の選択を信じただけなのかもしれません。実際核もなかなか人を見る目があると思うよ。これまでのレインたちはみんな全知全能文武両道だからね。こんな短期間で今州を発展させたレインはきっとすごい人に違いない。私だったら書類の作成だのサインだのって聞いただけで頭が爆発しちゃうよ。なんだっけ、そうだ、大物の器ってやつだよ今のレインは。もしかしてレイン様から漂白者さんに関わる手がかりが得られたのですか。ブラックシュア？聞いたことないな。交流の地図にもそんなとこないし。この黒い花、写真だけでは私の能力でも情報を引き出せませんね。そうですね、フラクトシデスは闇の中、それに北楽の原もあまりに危険すぎます。ならブラックショアは残された唯一の道となりますね。でも写真一枚で人探しですか、さすがに難しいですね。だったらリンバーさんに聞いてみようよ。リンバーさんは商業区域で盆栽店をやっています。花についても詳しいそうなので何かわかるかもしれません。そんなに言われると恥ずかしいじゃん。リンバーさんも講談が好きなんだ。さっきもどこかで見た気がする。とりあえずここらで探してみよっか。おや、シカちゃんとヤンヤンちゃんだね。今日は語りを聞きに来たのかい。へへ、それだけじゃない。今日はある友達と一緒に来たんだ、リンバーさん。じゃじゃーん、残像を素手でちぎる、烈火を浴びようがびくともしない、どんな強い相手もデコピン一つでやっつける、人呼んで漂白者。そうかそうか、あなたがあの漂白者。若いのに強いだなんて羨ましいね。今日はね、物知りのリンバーさんにちょっと聞きたいことがあって来たんだけど。この黒い花についてなのですが。今週に生えてる草花ならすぐわかるはずだけど、これはどう見ても違うわね。それに今週に伝わる植物図鑑にもこんな奇妙な花は載っていないよ。そんな、リンバーさんでもわからないのか。もうお手上げだよ。よしてくださいな、シカちゃん。もう一人植物に詳しい共鳴者がいるでしょ。遠方から今週に来たというあの子のことでしょうか。よくお店でもお手伝いしてますよね。そうそう、あの子はとっても働き者で植物にもとっても詳しいからいつも助けられているのよね。背も低くて優しくて、笑う時のお目々なんかもキラキラで、本当にキラバナみたい。キラバナちゃん、ご飯だよって呼ぶと返事までしてくれて、もうほんとかわいい。今は多分裏山で生態調査をしているはずよ。
この前裏山に花畑を作りたいって何気なく言ったら、こうやって実地調査をやってくれてね。広場を出ると滝が見えるでしょ。その方向にまっすぐ行けば裏山に行けるわよ。わかりました。ありがとうございます、リンバーさん。どういたしまして。またいつでもいらっしゃいな。この道は裏山への近道なんです。滝の裏を抜けると昆秋城の背部、両部山に着きますよ。この花は道案内してくれているのでしょうか。ついて行ってみましょう。花の橋ですね。綺麗。どうかしましたか？あ、すみません。まずは自己紹介ですよね。交流の監修ですから。ご孔明はかねがね伺っております。私、メリーナでございます。今日はこうしてお会いできて歓迎です。あれ、すみません。実は私、ネオユニオン育ちで、こちらの言葉にあまり詳しくなくて。こんにちは、ベリーナちゃん。私はシカ。こっちはヤンヤン。あと漂白者。今日はリンバーさんの紹介できたんだ。あなたたちのことはリンバーさんから聞いています。この子たちも普段はバーさんの案内をお願いしてるんですよ。ところで皆さん、何かお困りですか？お手伝いしますよ。私たち、ある特別な花を探しているんです。ふむふむ、確かに特別な花ですね。こういう真っ黒な花は大抵誰かによって手を加えられたものですが、自然の中で咲くものもごくわずかにあります。そうですね、形と性質から考えると、あやめ、花びらの形はこの黒い花と近い楕円形ですが、花の外側の部分が違いますね。スミレは、花びらの形が明らかに違うので外れですね。ドッコンソウは、花蕊がもう少し短いし、花びらの数も一枚少ない。あと、レモングラスと呼ばれるネオユニオンの植物があります。交流の皆さんには、あまり馴染みがないものですね。花蕊の長さは一緒ですが、円錐形に花が咲くことを考えると、これも違いますか。花冠もラッパ状ですし、忘れるところでした。大御町です。花びらの枚数、花の形状、あと花蕊の長さも近い。でも、大御町には特徴的な花柄があります。この黒い花のものとは違いますね。知らなかった。これは勉強になったね。とにかく、この黒い花は本当に特別で、似たような植物はほとんどありません。だから、これは人工的に作られた新種なのではないでしょうか。それに、この十字の花冠、かすかに反響エナジーの影響が見られます。おそらく、これは珍しい反響植物で、共鳴能力に影響された植物なのかもしれません。でも写真だけではどんな土地でどんな共鳴能力に影響されたのかまでは判断できないですね。こっ
血も手詰まりか。花の性質はわからないし、花を身につけた人は見つからないし。あ、だったらさ、私がこの花を持ってれば、その組織の人だって思われないかな。しか、今のもう一回。え、どうしたの？私はただ、この花を身につけたら、組織の人に間違われるんじゃないかって。この黒い花は、ブラックシュアメンバーの証。メンバーでしたら、すぐに気づくはずです。でも一般人には、ちょっと変わった花にしか見えない。なので、ブラックショアのメンバーが昆虫城にいたら、この黒い花を身につけてるだけで、向こうから接触してくるかもしれません。ああ、確かに。でも、この黒い花って作れるものなの？あの、形だけでしたら、一応作れますよ。例えば、こう。マジか！すごいすごい！写真のまんまじゃん！それほどでも。いや、ほんとすごいよ！ねえ、もう一回やってみて！もっと見たい！漂白者さん、気づきましたか？さっきから見たことのない黒い花びらが落ちてきてます。明らかにベリーナさんが作ったものではありません。それに流れ息も乱れている。誰か列行動なんてダメです。危険すぎます。わかりました。私はシカと一緒に黒い花をつけてブラックショアメンバーを探してみます。漂白者さん、くれぐれも用心してください。何かあったらすぐに連絡をお願いします。いいですか？フラクトシテス、なぜこんなところに。くそ、あの女、俺たちの邪魔ばかりしやがって。ああ、お前も目障りなんだよ。倒すしかないようだ。これも音の力だ。ぐわ、変な音が断続的に聞こえる。というか、こちらに向かっている。ここから上がれば尾行者の裏をつける。まずは隠れて。どこかな？俺を探してる。見つけた。面白いね。
やー、何それ、捕まったら言いなりになるゲームなのかな。怒った？怒っちゃった？なんかね、あなたに構ってもらうと楽しくなっちゃうの。こんな気持ちになったのは初めて。あなたのこと、もっと知りたくなっちゃった。はーい。あなたは、ブラックショアが指名したターゲットなんだよ。そう。私はブラックショアの花持ち。この黒い花は、花持ちの証。世界を救う責任と、使命だったかな。そんな感じのやつ。うんうん、目的ね。賢人をたくさん集めて、救世を果たす、だっけ。どう？興味ある？私は興味ないよ。だってそんなの楽しくないもん。私はね、強いやつを追っかけて、戦って、それでボコボコにしたい。自由気ままに、欲望に忠実に。って、本当はやりたいけど、その前に仕事もこなさなきゃね。庭には無数の種があるの。その中でもあなたは特別。私は、そんな種を守って、育てるのが仕事。で、実った果実が売れたら、この手でもぎ取って、食べ尽くすの。その冷たい口調も素敵。またいじめたくなっちゃう。冗談。とにかく、私は特に危害を加えるつもりはない。むしろ逆。しつこい虫けらを払ってあげたのは、私なんだよ。だからフラクトシデスなんかと一緒にしないで。あんな連中の立場なんてどうでもいいけど、私のお気に入りにちょっかい出すんだったら容赦しない。それに奴ら、少しからかっただけであんなに逃げ惑うなんて、つまんない。あれ？気づかなかった？あの竜の小娘とのデートで何も起こらなかったのは、私がフラクトシデスの奴らと遊んでたからなんだよ。ねえ、こんなに答えてあげたんだから、そろそろ私の番じゃない？いや、別に知りたいことはないよ。ただ、そんな目で見つめられたら、何でもない。とにかく、私はこれからもあなたをお世話し続けるわ。何よりも特別な、大切な種だから。それに、あなたからは懐かしい匂いがする。椿よ、次はもっとしっかり逃げてよね。早い。漂白者さん、遅かったですね。何か問題でもありましたか？敵と会ったのですか？怪我は？ブラックショアの？それで何か情報はつかめたのですか？そうですか。ですが、無事で何よりです。シカが不審者を見つけました。今追跡中です。はい、私たちは今
商業区域にいます。漂白者さん、お帰りなさい。さっきまでシカと一緒に黒い花をつけて街中を歩いていたのですが、特に有益な情報は得られませんでした。挨拶みたいなのは多少。お、さっきの美人さんじゃない？あれ。あ、ほんとだ。君かわいいね。もう一回写真撮っていい？さっきはちょっと角度がうまくいかなくってさ。もうからかわないでください。あ、シカが不審者を見つけたみたいですよ。ほら、あの人。漂白者か。いいところに。こいつ商業区域でこそこそ嗅ぎ回ってて、なんか怪しいから見張ってたんだ。で、さっきまで探し物をしてるちっちゃい女の子と一緒にいたんだけど、その子急にいなくなっちゃったんだ。これってやっぱおかしいよね。根獣医シカだ。そこのお前、路上活動の許可証を見せてもらおうか。許可証？うん、私しがない情報屋で名をアールトと申します。今は気ままに旅をし、皆さんにお力添えを。はい、無許可ね。となると店舗も持ってないってことかな。で、店舗？情報商売に店舗って必要なの？なんですか？はあ、じゃあ団体活動許可証を見せてくれ。待て、うちは信用第一、明朗会計。どんな情報でも取り扱っている優良店。なんならここに大陸名情報屋賞受賞賞だって。明確な業務実態がない、つまり違法営業だね。オタク責任者は？ちょっと呼んできてよ。身分証ぐらいは出してもらうよ。責任者？あのお方はとっても立派なお方なんだぞ。それはこの星と共に誕生した古き存在、いわば星そのものの意志、世間万象を映す鏡。だから責任者を呼べ、責任者を。ああ、もうここまで言ったのにまだ信じないの？おかしい、ありえない。はいはい、信じる信じる。状況はよーくわかった。じゃあとりあえず署まで来てくれ。頼むよ、五章だよ。俺はただ人を探してただけで。こんな感じの子供で、人混みに紛れてても一目でわかるような。どんな感じだよ。ほら、君がさっき言ってたあの子だよ。ああ、そう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 、まさにそう。ってあれ、なんで君が知ってるんだ？ご大明神様がよ、心配かけさせやがって。おい、何するつもりだ。獣医さん、俺が探してたのはこの子だよ。あんた、あんこちゃんだね。この人知ってる？うん、あんこ知ってる。無免許営業で、金の亡者で、盗み聞き大好きで、子供をいじめるのも大好きなアールトおじさん。あ、でも悪い人じゃないよ。
あんこちゃん、俺言わなかったっけ？おじさんはやめて、俺まだピチピチなんだけど。ベリーナさん、これはどういうことですか？裏山から帰るときに崖のそばで偶然出会ったんです。それも毒キノコを食べてる真っ最中に。なんとか薬の調合が間に合ってよかったですよ。出ないと恐ろしいことになってました。あんこの心配してくれてありがとう。でもこういうのは慣れっこだからね。あんこちゃん、どうして一人でそんな危ない場所に行ったのですか？大丈夫、全部行ってみよう。それはこのお兄ちゃんを見張るためさ。変なアニメでも見たのかな、あんこちゃん。皆様方どうかお気になさらず。ねえアールト、あんこに行けって言ったのアールトだよね。なのになんかみんなの目やばいよ。だからあんこちゃん、そういうこと言っちゃダメなんだって。はあ、しょうがない。こうなったらもう素直に打ち明けるしかないか。ここへ来たのは仕事のためだ。それも非常に重要なね。なんせあんこ。アールト待って。じゃあな、こっちには世界を救う使命があるんだよ。待て。逃がすわけには。私は居住区域に行ってみます。私は巡念所に行ってくる。地の利ならこっちのもんだ。ここも分かれ道ですか。広場の方は私に任せてください。そっちは頼みます。分身の間隔が狭くなってきた。どうやらこの通りの一番奥にいるようだ。待ってたよ。逃げるなんてとんでもない。最初から本命は君だよ。悪いようにしないからね。ほどほどにしとけ、あんこ。お客さんを脅かしすぎだ。アール
には言われたくない。あんこだって普段こんなことしないからね。ま、そう警戒するな、漂白者さん。ちと聞きたいことがあってね。あの二人に花を身につけて街を歩いてもらうってのは君のアイデアかい？あの花自体は素人を騙し通せる素晴らしい出来だ。この俺も素直に拍手を送ろう。植物系共鳴者ね、なかなか興味深い。植物系だったらあんこも一人知ってるよ。そうだな、別に驚くことじゃないか。では聞かせてもらおう。君はなぜブラックショアを探す？必要ね。じゃあ俺らが君が探している情報を持ってるとしたら、交流にこんなことわざがある。釣られるものは釣られに来たものだけ。つまり君は合格だ。君が探してた人はなんと目の前にいる俺たちでした。どうだい、なかなか有益な情報だったろ。がっかりしないでよ。ブラックショアってそんな嫌なイメージでもあるのかな。何やらブラックショアに聞きたいことが山ほどあるようだが、まあまずは俺の話を聞いてくれ。前にも紹介した通り、俺は情報屋を生業にしている。だから俺も商売人の端くれ。俺の情報には対価が必要だ。つまりだな、漂白者さん、俺たちはただ君と取引がしたいんだよ。君には一緒にある測定の遺跡に潜り、ある信号塔のデータ回収に協力してもらいたい。それが終わったら俺たちの知る全ての情報を君に教えよう。信用できるからさ。世界中で誠実な商売をしてきた俺たちじゃなきゃ、ブラックショアの協力者なんかになれるわけないだろ。はあ、仕方ない。せっかくのご新規様だ。ここは出血体サービスといこう。これは手付金、そして贈り物だ。ブラックショアにとってのこの花の意味を知った君へのね。俺たちのことが信用ならないのなら、あの植物に詳しいレディに見せてあげてくれ。それでもダメなら、あんこ今だ、あの脳殺ポーズを。こんな可憐なあんこちゃんを断るなど誰にもできまい。そうだろう。じゃあ決まりだ。延長の沼近くの中枢信号塔で待ってるよ。あ、一応一人で来てね。漂白者見つかった？うわ、マジか。全然そんな風に見えなかったけど、やっぱりこの黒い花は反響植物の一種です。それに含まれている反響エナジーはとても独特で、エナジーレベルも普通の反響植物と比べ物にならないくらい高いです。ってことは本当にそうなのか。チェ、あれがブラックショアかよ。逃げ足の速いやつ。彼らと何を話したのですか？食堤遺跡、長年放置された科学研究機関で、さびれてるということ以外特筆すべきことはない場所ですね。しかし現在延長の沼で気象異常が頻発していて、
その一帯が危険な状態にあります。もうやんやん、そう心配するなって。漂白者の実力は私たちが一番よく知ってるだろ。わかりました。私は研究員に連絡して、あなたのデータを中枢信号塔経由で延長の沼近くの信号塔に転送し、解放させるよう手配してみますね。ここ最近無音区の動きが活発になっています。一人で向かうつもりでしたらくれぐれも注意してくださいね。必要ならいつでも呼んでくれよ。速攻で駆けつけるからさ。よっ、来たな漂白者さん。座標は君のデバイスに転送しといたよ。ここからは共同作戦というわけで、作戦前のブリーフィングを始めよう。測定とは極めて神秘的な科学研究組織、そのメンバーは皆気候術を収めた秀才たちなんだが、世間に広く認知されたのはやはり彼らによるわけのわからん実験の数々だな。延長の沼で七彩の黒い光が輝くのはなぜ？湖から浮かび上がった輪っかは怪獣の仕業？漆黒の夜に空を舞った若い研究員が消息不明に。まさかあれもこれも誰かに仕組まれた陰謀なのか？あれれ、もう寝る時間？あんこまだ眠くないよ。もう話読んでくれるの？悪い悪い、いつもの癖で。でも大事なのはその後。ある日を境に食堤のメンバーは全員急にいなくなった。食堤の責任者である老教授は後ほど回収された録音データでこう言った。わしの実験成果か？欲しいんだったらくれてやる。探せ、このわしの成果をそこに置いてきた。そう、食堤に。どうだい漂白者さん、好奇心がくすぐられるだろう。こんなありったけな話を聞いてしまったら。いいね、さすが漂白者さん、そうかなくっちゃ。でも大事な任務があるってのも本当だ。レイインさんから俺らブラックシュアの役割は聞いたよな。俺たちは信号塔を世界各地に設置した。悲鳴のデータ収集、分析、そして予測を行うためにな。交流にはこういったことわざがある。小さな誤差でも重なればいずれ大きな失敗を招く。裏返せば一つ一つの信号塔は俺たちの大事な目ってことだ。だが測定のメンバーの失踪後、測定区域に設置した信号塔に損傷が出た。で、少し前にブラックシュアのテティスの一部に異常が発生した。その原因は測定区域の信号塔の破損にあるかもしれない。だからこうしてこの足で測定に出向き、実際に調査するってわけよ。今回の任務は信号塔の回収だけど、ひょっとしたら珍しい宝をゲットできたりするかもな。アールト、あんたの考えはあんこでもわかるよ。まだガキンチョのあんこにわかるもんか。さあ行くぞ。あれ、俺の残像探査機壊れてるのか？これだけいるのに全く反応しない。きっと急に出てきたからびっくりしちゃったんだ。おかしいな。まあとりあえず倒しますか。ここだ。いちいち謎解きとは遊び心満載のやつらだな。食堤に入れる人間が少ないってのも納得だ。これだけのセキュリティが備わってじゃあね。このドア、この前アールトが閉じったせいで開かなくなったやつじゃないの？コン、あれはそうだな。とにかくまずはこのドアを開けないとな。
これは、なるほど。食帝の奴らは、疎開飴の再現を試みていたのか。それもここまで進んでいるとはな。恐れ入った。疎開飴とは、天空界から生み出された現象、いわゆる高密度の反響エナジーだ。反響エナジーは、あらゆる時空の事象を記録できる。だからそれでできた疎開飴に濡れると、雨が記録した様々な過去を見ることができるんだ。おそらく、さっき外周部で見た雨みたいなのは、この研究の成果なんだろうな。それと、一般的に疎開飴は、三つの段階を経て形成されると言われている。第一段階は、誰もがよく目にするような普通の雨。そして今見たのが、第二段階、停留。俺は疎開飴を研究している人を何人も知ってる。執念深い奴らだよ。みんなある事件、もしくはある人に固執している。それにしても、測定の研究はスケールがでかいな。そこまでして探求する秘密とは一体何なのか、実に興味深いね。ここの電力システムは死んでないはず。手分けして探そう。イエーイ!姉ちゃん出発!あの観察はやたら羽振りがいい。あの金がなければ実験室なんていつまで経っても完成できなかった。よく実験に口出しされるのは尺だが、それでも大事なパトロンだ。こんな場所であっても実験が続けられるだけいいと思わないと。そうよね。出なきゃ私たちのような狂人誰も拾ってくれやしないわ。ベースから蹴り飛ばされた私たちの本心、あいつらは理解できまい。ハイセン教授が言った通り、僕たちの努力は人類の未来を変えられる偉業。今度こそあの奇跡を再現してみせる。実験自体はうまくいったはず。なのに望んだ結果が出ないのはなぜだ。人工疎開飴は第二段階に突入した。手持ちのあらゆる資料と証拠は、かの文明が確かにここ炎上の沼にあったと示している。疎開飴の特性を利用し奇跡を再現する、これは不可能なのか。時間がない。人工制御文句の作成がほぼ完了している。ここは第二プランに移るか。行こう。
行こう。最後の部屋だ。アールト、お兄ちゃん、ハンコ、すごいもの見つけちゃった。これが最後か。少々悔しいわね。敵は世間からの誤解、衰えつつある情熱、それに本性ゆえの迷いと思い込んでいたが、私が一番の敵だったわい。わしは死への恐怖と成果への渇望に蝕まれ、魔が差し、これまで心血注いできた研究を弱ませた。ようやく目を覚ましたものの、時すでに遅し。わしらはあの偽りの扉を開けてしまった。ここに最後の成果を残そう。かの者たちはわしらの過去である、未来でもある。もっと早く知っていたら、まだ挽回の機会があったはずなのに。過去から来た未来のもの、どうかもう一度わしらを救ってくれ。進み続けてくれ。世界を変える真の扉を開き、その先へと進んでくれ。綺麗な人。漂白者、この人を覚えてるか？ありか。電力が戻ったんなら中央エレベーターも使えるはずだ。信号灯はこの下にある。降りてみよう。変なものばっか作りやがって。信号灯のシグナルはこいつの体の中。まさかあれを飲み込んだってのか。
穏やかに話せる相手じゃない。この戦いは避けられないな。アンコとアルトはいつも通り？ああ、いつも通りだ。じゃあこの大きいのはアンコがもらっちゃう。黒目白目、行くよ。こいつの弱点はどれどれ。そうか、こいつの体は無理やりくっつけた金属パーツでできてる。関節部を狙え。落っこちたパーツで攻撃して、この図体だけの敵となりをぶっ潰してやろうぜ。アンコの力を見せてやる。いくよ、メイ。転んじゃった。ぐるぐる一丁上がり。ふふん、アンコはできる子だからね。でもこんな大きいのどうしてここに現れたのかな。前の調査によると、延長の沼にいる食帝のメンバーはこの組織の一握りだけなんだろうな。おそらく何かしらの神の研究の最中に過激な手段を取ったせいで追放されたんだ。それでも研究を続けた彼らは、あの神がかつて延長の沼にいたという証拠をつかみ、疎開雨の性質を利用し奇跡の再現を試みた。だがそれも失敗に終わる。そして次に打った手段が神の模倣、つまり偽物の創造だ。彼らはその偽物に周波数とデータを無制限に投与した。成果に飢えていたんだろう。挙句に同類の残骸まで差し出したんだ。その結果、食への渇望だけが残った怪物が生まれてしまった。食帝メンバー失踪の犯人はおそらくこいつだ。それと研究員日記に出たあのフラクトシデス観察、おそらくそいつとも何か関係がある。結局ここにいた人たちはかつて経験した神業を証明することにとらわれ、作り出した怪物に見入られ、自ら破滅する道を選んだ。怪物に食われたじゃいささか足りないな。執着と狂気に飲まれたが表現として真っ当だろう。まさに狂人だよ。さて、約束は果たさなきゃな。ブラックショアについて何を知りたい？俺らブラックショアは悲鳴の観測研究を行う組織で、各国に信号塔を設置した。というのは前話した通り、ブラックショア自体が巨大な黒石なんだ。その中に含まれる膨大なエネルギーが今でも俺らの活動を支えている。この花もブラックショアのエナジーに影響された産物だよ。俺たちは特殊な場所に位置してる組織。悲鳴の観測と予測に関してはピカイチの精度を誇る。と言っても現状はただ悲鳴の発生を追ってるだけなんだけどな。その真相に至るにはまだまだ研究が必要だ。今は被害を最小限に抑えるために悲鳴の潮汐時間の測定とその発生パターンを見て次の発生予測を行っているよ。今さら隠しても無駄か。確かに長いこと君を見張っているが、別に悪意があってのことじゃない。ただ君が信頼に値する仲間かどうか確かめたかっただけだ。ブラックショアのメンバーはトップクラスのハッカー、爆薬の専門家、風水を操る達人といった具合に、悲鳴を抑え世界を救うにふさわしい腕の立つ猛者たちで構成されている。で、君の腕もやり方も俺たちにぴったりだと判断した。どうだい？いっそのこと入ってみる？ブラックショアについて何を知りたい？ああ、あいつか。少しクレイジーなところもあるが、間違いなくメンバーの一員だね。君と関わる任務と聞いて自ら志願したんだぞ。なかなかにモテるね、漂白者さん。
熱烈な歓迎を受けたってとこかな。でも大丈夫、彼女はそんなことしないさ。テテスによると、次に名式が復活する場所は今週。今回はこの情報を伝えるために今週に来たんだ。ああ、復活した名式に滅ぼされた場所だってある。こんな惨劇を繰り返させるわけにはいかない。俺はブラックシュアの下っ端、協力者に過ぎない。だからこの組織の秘密なんてほぼ知らない。だが、今から伝えるこの情報は、今回の報酬にふさわしいと自信を持って言える。これは君の、初めての目覚めではない。前の君は、ブラックシュアで目覚めた。漂白者、俺らの目的は、今の君たちと同じだ。お互い、名式と悲鳴を消すために動いている。そうだよ、アンコは断言する。名式は悪の根源で、アンコとアールとは正義の仲間だから、悪をやっつけるの。もちろん、こんな話をすぐ信じろ、今すぐ味方になれなんて言うつもりはないけどね。この前あげた花はちゃんと持ってるか。あれはメンバーの証、そしてブラックショアに至るための鍵だ。いずれ使う時が来るはずさ。ああ、とりあえず信号灯も回収したし、食艇の秘密も暴いたし、今回の任務は完璧って感じ。やっぱり君を頼って正解だった。これからも一緒に仕事する機会があるといいな。おっとっと、先に信号灯をチェックした方が良さそうだ。万が一変な故障でもされてたら。待て、これは、そんなはずは。ねえアールト、待ってよ。違った、アールトが言ってたのは、こんな雨が降ってたら速やかに隠れろだっけ。違う、この雨は本物の疎開雨だ。今週が残像町に襲われました。結局降ってしまったのか。将軍。ああ、前に言ったあの件はどうなった。戦闘可能人員およそ500名、将軍特製の疎開雨対策薬を服用しました。隊員に副作用はなく、幻覚はおおむね抑え込んでいると見られます。しかし依然として疎開雨の幽霊が見える兵士がいるようです。それであれば大丈夫だ、計画通り進めてくれ。くれぐれも警戒を怠るなよ。残像町の兆しがあればすぐに報告してくれ。この雨が止むとき、俺たちは出陣する。はっ。疎開雨が降る地域との関わりが深い人ほど、ひどい幻覚を見るか。もう一度駐屯地を巡回しておこう。何か異常があるかもしれない。